オッハモーニングキッス。私にはどうでもいい日なのですが、世間的には甘い夢と糖を摂取するバレンタインが到来したようです。嬉しかったことはバレンタイン限定のチョコミントビールが販売してたこと。さっきも興味津々のようです。ビールも飲めないくせにやってきた。韓国通販で買った芸術性あふれるグラス。量が少なくなるとどこから流れてくるかわからん。ごくりんごくりん。おいしい。黒糖のようなチョコのような香りと、後からダッシュして追いつくミントの香り。ミント系は普段食べないんですけど、これは程よい加減なので歯磨き粉感は一切ない。おつまみに合わせるというよりは単体で飲むのがいいかな。いろいろ質問あったんですけど、なんであのテレビがひっくり返ってるかっていうと、これなんか収納してるだけなんですよ。個人的な気持ち、こっちの画面抜けとくとシャッキーに引っかかれるじゃないですか。使わないんですよ。 Wii かプレイステーション2をやるときにしか。あの三端子必要なやつ。バレンタインなので猫にも餌付け。シャッキー、おいで、ご飯だよ。可愛く映えるように食べてほしいけど、野獣感が全開すぎて草。ほぼ鶏になったコッケも単純。餌を差し出せば寄ってくる。こいつは一日中餌食べて糞をまき散らしてる。高校の時に起こった糞塵事件の話いつかしたいですね。まだ外は明るいので、こんな日はピクニックしようと思います。オハモニングゼロ。スナックタンブラーにガソリンを注いで、上の部分にはつまみという名の燃料を積んでいく。よし、完成したのでピクニックへ行こう。椅子を設置して予備のストゼロをセット。こうやって日の光を浴びながら朝ごはん食べるの健康的でしかない。シャッキが羨ましそうに家から外を眺めてる。疎開先にはおじいちゃんやおばあちゃんしか周囲にいないので、キーな目で見られることがない。缶を片手に黄昏ることが許される点において引っ越してよかったなぁとも思います。みんなは今チョコとかクッキーを食べていたりするんでしょ。茶色いという理由で焼きおにぎり食べてるという仲間いたりしませんか。バレンタインに告白とかチョコの数競うとか、そんな世界存在しているのかというほどに無縁。友チョコという文化に苦しめられた思い出はある。女の子同士がこっそりと持ち込んで交換するあれです。クラスでもいわゆるイケてるグループの子たちはとにかくチョコを配りまくる。男友達や他のクラスの子も行き来してパンパンのカバンを背負う姿はサンタクロース状態。もちろんその渡すメンバーの中に陰で生きてる私は含まれていないわけですが、たまに余ることがあるみたいで、はいと席で突っ伏してる私にくれる優しい子が現れる。それが私にとってはポケモンのデリバードによるプレゼントの攻撃のようにダメージになったのだ。なぜならお返しという文化が前提のバレンタインだったからです。これでもらっておいて返さないと波紋を受けるリスクもあるので、私は家に帰り、人目を盗んで妹と母親が作った大量のカップケーキをひょいと盗んで、それをお返しに渡すという一年に一度の日を送った。男子は返さなくても許されるケースが多いのに、なんで女子が返さないと大変なことになるんでしょうか。カカオ 70% のチョコレートのようにほろ苦い思い出です。ちなみに妹は配り合う相手がいる日だまりの存在。せっせと台所で動き回る小さなデリバードをソファーでゲームをしながら眺めてた。そんな思い出を全てこのろうそくに重ねてバキバキに張って溶かしていこうと思う。ロマンチックあげるような日なので、ストゼロキャンドルを作ってみようと思いましてね。白は汚れると思って着替えた。シンボルカラーでもある青を溶かしていく。エシニンジン蘇生中です。スライムがドロドロに溶けたように見える。固めている間チョコを食べて待とう。アルコールボンボン結構前に買ったのを思い出したんです。高校の時は冬のシーズンはずっとラミーやバッカスを1日2箱くらい食べてたけど、その頃からお酒と将来結婚する片鱗があったんでしょうね。シャンパンはシュワッと感はないけどさっぱりしてる。テキーラボンボンはやばそう。ちょっとさながらですね。固まったので最後に火を灯してみましょうか。ハッピーバレンタイン。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。普段からあんまりなんかチョコパイとかね、ちょちょい噛んじゃった。チョコに何かが包まれてるピノみたいなやつは好きなんですけど、チョコ単体でね食べることはもうなんか最近ないので、すごく久しぶりに食べました、チョコレートボンボン。まあそんな私なので、あまりねなんかこのチョコ食べたいとか、こうバレンタインはルンルン気分にならないんですよ。そんな方は一緒にねぜひ乾杯しましょう。ほんじゃバイバイ。